結果はご覧の通り、1対1で。試合の結果はこの通り、0対1で、ブレイズ、勝利を収めています。選手もサポーターもお疲れ様でした。以上、ハイライトをお送りいたしました。さよなら。試合の結果はこの通り、2対1で。さあキックオフです。ハジ、さあ大きく出した。ここはドリブル、ボールをキープしています。横へ、チャンスですよ。あーっと来た、ゴール、ブレイズ、いいタイミングで決めました。先制、0対1。リプレイです。水沼さん、ブレイズ前半のこの時間先制ゴールを奪いました。いい流れを、高橋、攻守が切り替わります。どうするか、左に出します。ボールを回します。ここはチャンス、エリア内でのファール、審判が PK を指示します。あーっと、ここでイエローカード出ましたね。微妙でしたけどね。ブレイズ絶好のチャンスをもらいました。決まりました。ブレイズ前半終了直前に見事ゴールを奪っています。0対2。後半開始のキックオフです。根岸、これがリバウド、パスをつないでいきます。高橋、長い、決まりました。見事なゴールを決めました。1対2。さあ入れます。古川、鷲田、さあボールを大きく出す。
ここはドリブル。長い！いた！飛びついた！なんとか防ぎました。ペクギョンス。斉藤。綺麗につなぐ。これはどうだ。あー、来た！ゴール！ブレイズ！終了直前に見事ゴールを奪いました。1対3。ここで試合終了。試合の方はご覧のような結果なんですが、水沼さん、ブレイズについてですが、この試合どんな印象をお持ちになりましたか？そうですね、いい形をたびたび作っていたので、チーム状態もいいんじゃないでしょうかね。水沼さん、モルドック、